はい、みなさん、こんにちは。囲碁騎の三村です、えー。コメントがやばいです。えー、一月過ぎてしまいました。9月16日からの分が溜まってますので、えー、ちょっと今回は長めになるかもしれませんが、一気にやっちゃおうと思います。えー、コメント返しの回、えー、囲碁はまず持って起源を統一しないと、国内で分裂しててどうするよって思います。 に関係は悪くないですよとかそういう問題じゃなくて、バスケみたいに外圧がないからダメなのかな。これね、そう、私も統一してほしいんですけど、なぜできないのかちょっとわからないところですね。もちろんそうなった方がいいってみんな思ってるんですけど、エゴパズルね、始まったんですよね。この後、この頃に始まったんで、まあ面白かったですっていうコメントはすごく嬉しい。 これが美村さんの好みですかこの絵ですよね。AI の女性をどれぐらいにするかっていうのはちょっと悩んで、あんまりね、下品になってもいけないし、一応こう企画としては、その、私のコンテンツの中に足りない要素を盛り込もうとしてるんですね。その人間の本能を、まあ、言ってけるようなところを加えたわけなんですけど、だから私の好みでやってもしょうがないんですよ。これはね。あの、皆さんがつい、 ついクリックしちゃう、ついタップしちゃう、つい見てしまうみたいな感じにしたいけども、やっぱり下品になってはいけないんで、ギリギリのところに、えー、狙っ、ギリギリのところを狙ったつもりで、とてもいいと思いますって、<laughs> ありがとうございますえ。勉強になりました。黒線、白し、黒線、黒行きなどはよくありますが、黒線、なんか連絡、黒連絡ってすごくいいと思います。 黒線、白分断っていうのもあっていいと思います。これ言われたら私もすぐやりましたが、えー、彼女の日本語は中国人の話す日本語ですね。うんとね、やっぱりね、イントネーションがどうしても AI の生成する日本語はね、そこはなかなか大変ですけども、でも、私はテキストを打つだけでいいので、助かるってあ助かります。四問目大観付けかなと思ったけど、付き返された時の対象が思い浮かばなかった。うん。 それと、4本目回答の途中でおすすめ動画が、そうそうそうですね。うん。重なっちゃって見えなかったですよね。ごめんなさい。そう。動画にね、カードを入れたりとか、えー、終了画面とかの設定をするんですけど、重なっ、ちょっとその辺私まだ慣れてなくて、えー、っと、まあ少しずつ直していきますので。えー、以後が将棋に負けているのはなぜか、未だにね、コメントいただきます。 入門に誘い込み、油断クラスまで行ける道が茨の道。道を作るのが日本企員の仕事。有限の間で無料会員です。有料会員になって、以後を普及してくださいと出るには、もう末期症状だ <laughs> と。うん、将棋は、地くんレベルの面白い人がたくさんいる。うん、それは、すごいな相性。 アイとかいかがでしょうかあかんか。<laughs> ロボットのね、相性を考えていただいたんですね。ありがとうございます。ロボットがね、まだ発売されてないんですけど、月末に向けて準備をしているみたいですね。10月末に何とか出したいということで、ちょっと予定よりもね、遅れてるみたいで、うん、相性、今のところないみたいだな。 えーブロック団におめでとうもないかもしれませんが、やはりロボの手番に10秒ほどかかるのが気になりますね。ちょっと、うん、待つのに遅いってことですかね。まああれ、編集で全ての手を、まあ、間の時間をカットすれば短くできなくはないんですけどね。そこまでし <laughs> てね、えー、見たい方がいるかどうかはわからないけども。あの、画面をね、そうそう。 見て認識するっていうことが、まあすごい技術なんですけども、そこに時間がかかるんですよね、カメラがね。ロボノータイムで最強モードのゴロボット、ロボットに勝つのすごいです。AI ってこう狙ったり、そのために手数かけてこう作ったり、それでもダメならなんとか攻め合いに持ち込もうとするようなことをせず、スペースがなくなる寸前まで、なんか体積の死活に、 鈍感な感じに見えます。おお。アームを振り出すときグ、ラグラしてましたよね。<laughs> お値段するものだから、床に落ちたら怖いそうなんですよ。本当にそう。途中から黒の勝率が99%になっていて、やっぱ調べてる人いるんだ。すごい。AI 側はどう打っても負けなので、いわゆる暴走モードで打ってやつなんでしょうね。もっともその前の段階で AI 側が40目以上、 優先になる局面があったみたいですが、手所の最前週を故意に外しているでしょうね。なるほど。124、126あたりをレイヤーにかけていただいたんだ、すごい。ここで書いていただいた、またこの方、時々よくね、コメントくださる。7月以降にアップデートがあったか、うん、これ、そうか、翻訳が一緒にこういうふうに作るんだ設定はどんなモードなのか。これ質問してるのか、つぶやいてるのか、どっちなんだろう。えー、アップデートがね、ちょこちょこあるんで、 私が説明した後にもどんどんあるんで、まあ、そこはちょっと変わりますね。今後もどんどん、あの、まだ完成形には行くまではアップデート多いと思います。私も 6D と打ちました。私の時は不正で結構変なって打ってきたんですけど、今回はあまりなかったですね。いろいろあって終盤負けたんですが、突然救位者のようなミスをして逆転しました。強いは強いんですが、不安定ですね。AI が救位者でもうわかるようなミスをするのは 考えにくいんで、おそらく声に割い手を打ってるんじゃないかと思うんですが、加減の仕方が難しいですよね。もともと AI が苦手なところですねあの。弱く打つというのは苦手であの、自然に弱くっていうのはね、なかなか難しいんですけど、でも過去の AI に比べれば、かなりこのロボットの方が、あの、自然に気力を落としていると思います。その、もっとね、すごく、 無理やり悪い手を突然打ったりとかするしかなかったんですけど、ここはね。以前はなかったんですけど、かなり改善されてると思いました。えー、すごいですね。さすがプロ騎士ですね。120目はありますよ。<laughs> ありがとうございます。リアル語はネット語より2段くらい甘いことが多いですね。 これね、うん、本当にこれも統一できたらいいんですけどね、あの日本の各地、えー、首都圏と地方とかでもね、あの、まあ場所によって本当にダンって今日本はバラバラなので、ネットのまあ段位に統一できると本当はいいですよね。で、その役をもしかすると、このロボットがまあ、かなり普及するとですね、うん、それができるようになるかもしれない。100イゴサロンにこれを1台ずつ置いて、その、まあ認定するというかね、うん、そういうことができるといいですよね。 確かええー、このランキングは日本記院のホームページで見られますかこれは日本記院のホームページではないんですね。個人の方がやっているので、公式に認められたランキングではないんですね。私は勝手に取り上げていますけども、あの、このリンクを概要欄に貼るようにします。差し替えいただきありがとうございました。左下この形だと3、3の13が切れない形なので、 ああ、そうそうそう、そうなるほど。あの、私のね、あの問題に間違いがあって直してくださったんですよね。ありがとうございます。えっ、ー、と、これは、お続いている。えー、西山智香女流三段、将棋のね、話をした時の動画です。本戦入りは里見先生が初ですし、中井先生が当時の A 級8段に勝ったり、 いるので、えー、いずれも初ではないかと。あと、奨励会の三段リーグ入りも、里見先生が先にされていると思います。ありがとうございます。詳しい情報を。えぇ、ー、挙に間違いないですし、清水先生、中西先生の名前が話題に上がり大変嬉しかったです。20年前なら、石橋先生、サイダー先生や、バ先生等も出るかと、少し期待し <laughs> 拝見しました。私、ね、名前ね、な、あの、なんだろう、名前出すときに、 ちょっと間違えちゃったりするのが心配で怖いじゃないですか、ね。な、人のね、お名前間違えたらいけないと思って。結構私はその頃は将棋、ね、雑誌も熱心に読んで、将棋世界とかも読んでましたので、結構わかるんですけど、最近の方を、お、お名前わかんないですね。<laughs> 富と見先生は、将棋界サンダリングで勝ち越しさえできませんでした。西山先生は辞典。 なんか、詳しい方がいい。結構ね、将棋ファンの方がね、うん、見てくれるみたいで、すごく嬉しいですね。本戦入りは、さつみ先生が初なのは正解ですけども、朝日杯と違って、希望戦というのは、4回勝てば本戦、射決定、トーナメントに進むことができます。それを踏まえて言うならば、西山さんも、規制戦では、1次予選を4連勝して、うわ、めちゃめちゃ詳しいことを書いてくださっています。ありがとうございます。 俺からの三段リーグ入りも、里見先生が先に、里見せ、は、22歳から、西山は、20、ああ、先だけども年齢は、西山さんの方が若いと、入った時のね、年齢が。おおすごい。そうそうそう、あの、それを例えて言うとね、そう、タイトルはまだ取ってないけども、挑戦するぐらいの、すごい、トップ棋士の例えが出てこなくて、余正期さんに決まってましたよね。うん 伊田さんがなぜか出てきてしまった。もう、なんでだろう。通恨のミスだったんです、本当に。そう思わず伊田さん検索すると、2018年に真南直さん、旧神戸と結婚してたそうですね。質問なのですが、予期しをレーティングで数値付けして、強さをランク付けしたらどうなるのでしょうか。例えばトップクラスの女流のレート。 というような、うん、レートで、うん、比較したらというようなお話をいただいて、えー、すごい詳しい将棋界の話をね、えー、藤井聡太がレート2000点台で、その後は、2位から5位までは1900点前後、10位前後が1800点という、ね、そういう強さがね、数値化されてるとすごく面白いですよね。実際どれぐらい差があるのかがわかりますよね。 で、一応、私もそのレーティングをね、毎月紹介してますよっていうことを書いてくださった方がいて、それで、えー、まあ、あの、ただ、レーティングのね、ポイント差というのを、ちょっとそれで、まあ、その、この、今回のね、話で、うん、取り上げてみようかなと、なかなかいい有意な、えー、コメントでした。 先生のご覧になっているサイトの場合、1点差で上位勝率76%、2点差で91%の一般的なチェス基準レーティングサイトの200分の1になっています。うわ、私ね、数字弱いんだ。参考サイトの国際的レなレーティングは逆に200で割って、金の参考勝率に当てはめていただくとちょうど良いようでした。うわ、すごいなあ、ニムさん。 そうか、メンバーに最近なっていただいたニムさん。そうか、過去のコメントでも、あの、名前の横にメンバーマークつくんですよね。これがこの、ね、メンバーマークです。黒石くんから始まります。チェスのようにマスターになるためのノルマがなければ、レーティング点数自体にさほど意味はなく、点数差とその倍率が重要ですので、えご留意いただけると嬉しいです。まあ、ちょっとね、なかなか、えー、業界はね、その、レーティングということになかなか取り組んでいないというか、慣れていないので、 ま、少しずつね、本当はやった方がいいですよね。将棋ファンがよく言っているのですが、女性が奨励会を突破するのが難しい理由は、女流棋戦での対局の棋風がライバル会員に分析されてしまう。ああ、なるほど。おおなるほどね。そっかそっか。棋風がね、あの、公開されていてるから、普通の奨励会員だったらそれはされないけども、女流のプロであるということで、そちらで得意戦法を研究して準備されてしまう。将棋の場合はね、得意戦法の、 研究がものすごく勝敗にね、直結するって聞きますので、将棋で未だに女性棋士がいない最大の原因は、そもそも奨励会に入る女性がほとんどいないからだと思います。もちろん、実力的に奨励会に入る女性が少ないということもありますが、最初から女性棋士目指して、奨励会を目指さない女性も多いです。うん、こっちでいいやってね、最初にもう、そっちでポールに慣れちゃうからね。うん、近年女流棋士が増加傾向にありますが、個人的にはそろそろ、 女流騎士になる条件を奨励会に合格経験のある人だけくらいまで絞っても良いのではないかと思います。流騎士とはもともと将棋を指すのが好きで強い女性をプロにするためのものであって、強い女性を増やすのが目的で作られたわけではありません。うん、難しいな。奨励会にはいるけれど、えー、入るほど、奨励会に入るほどとありますけど、奨励会に入会できる実力者であれば、 女流騎士育成の研修会でトップの成績が収められる。なるほど。やっぱりそこにはレベルの差が結構あるわけですよね。研修会でトップの実力がある女性は省略会に入る。なぜ入るか。それは騎士になるため。逆に、研修会に入るか、女流騎士になるため。なるほど。うん、まあ、こういう色、議論がね、将棋の方でも色々あるわけですね。プロ試験のね、制度がこう、 こう、もっとこうした方がいいとか、いや、それはこっち、こういう理由で良くないとかね、うん。男性ホルモンの一種であるテストステロンの影響により、囲碁将棋のような勝敗を競うゲームでも平均的には男性が有利であるという説がよく医学の専門家から聞かれますね。テストステロンは肉体面だけでなくメンタルの攻撃性、粘り強さ、決断力などを増進する効果があり、勝敗や名誉の あら,もあらゆるる分野でで一定ののアドバンテージを男性側に与えるというものですうーんこれはね、興味深いご意見でうん、スポーツやゲームだけでなく学問や芸術や政治などのトップ層に男性が多いという。これはね、本当にどうなんですかね。こういうところの研究も進んでい,いるんだと思いますけどね。うん面白い話ですね。でも、<laughs> まあこの男女のね、花、 企画は置いといても、あの、テストステロンが大事だっていうのはちょっとすごくいい情報というか重要だと思いますね。あの、選手が長持ちするためには、いい成績を上げるためには、テストステロンを、うん、上げる。テストステロンを上げるためには筋トレをすることだそうですので、私もちょっと筋トレ頑張ろうと思,う思います。タイトル取られない挑戦者といえば、余成期先生ですね。そうですよね。うん、出てこなかった。去年の賛成杯。はい 以上の先生が、妖帝心と、早々、ピョンサインル一力性制を破り、世界一戦準優勝を獲得は女性騎士として歴史的な快挙だと、うん。そうですよね。うん、いやこの西山さんの、えー、記事、動画は、そこまで再生数は伸びたわけではないんですけど、そこまでね、爆発的に出たわけじゃないんですけど、コメントはすごく多かった。 上野浅みさんは17歳で流星戦準優勝。途中村川十段、今日5高尾元名人を倒してましたね。すごいことでした。うん、そうです。五騎士のお姉さんの活躍も期待したいです。そうですね。姉妹でね、将棋と囲碁に別れたというのもすごく珍しいケースですね。将棋の西山智香さんのお姉様が関西金の静か二段。西山静か二段なんですよね。そうですね。平均として男女に差はあると思います。 日ごとに集中力が下がる時期があるので、成績も落ちるのも一因ですが、で、同じ環境では上位1割は男、それ以外は分散することになると仮定しますと、奨励会三段や陰性の環境ではトップを取ってもプロに入れるのは上位1割だから女性が上がれない。でもとりあえず推薦でも女優をプロに上げて、プロの環境に放り込んでしまえば、ここで上位2割までは上がれると言えるのではないかなと思っています。 要は、呂 <laughs> 団やプロ未満の騎士に講段者が本気で対局して指導する場があれば伸びるのでは今どうかわかりませんが、日課後の中国院プロ候補とプロが同じ宿舎で暮らしてましたよね。うん、なるほど。そういう、まあ、育成の環境のね、うん、こういう考え、すごく、えー、参考になります。えー、女流棋戦が増えたり、賞金が増額されたりすることは大変喜ばしいことですが、私としては女流棋士が 番帰戦で大暴れする方をたくさん見たいですね。うん。男女の力の差が小さくなり、遠い将来は女流棋戦が減るくらいになってほしいと思います。なるほど。うんうん、まあ、とりあえず、賞金が大きくなれば、女流のプロを目指す女の子が増えると思うんですよね。そうすれば、あの、まあ、それによってレベルも上がる、人数も増えるという,いうことはありそうな気がします。 5番勝負のタイトルが、えー、1000万から500万の間隔だったので、女、えー、流棋戦の大台越えすごいです。大変おめでとうございます。でも、ホインボーってね、みんなそこ比べられますよね、えー。ホインボーは今後ますます低迷すると予測されている新聞業界、新聞社業界がスポンサーですからね。女 <laughs> 流云々に限らず、やはり、えー、金を持つスポンサーがもっと いる金を囲碁界に投入してくれるかかといいうのが大きいですから、うん、スポンサー探し、本当に私能力ないんですけど、えー、資金調達はとても難しいものだというのは私に限らず他の方々も存じているでしょうが、賞金を増額してくれるというのはとてもありがたいことですよね。改めてかつての世の中井戸、伊藤谷佐藤会長たちが総議会の 将来を危惧してスポンサー探しに奔走、えー、したことを素晴らしく思います。女、うん、流騎士は恵まれていますね。通、えー、力的な上女流トップで男性騎士の中堅クラスですが、男性騎士は収入が少なくなって苦しくなるばかり。この世界は完全な女性優遇社会と思います。 まあね、女性の棋戦の賞金が上げられるのはなぜかというと、その、人数が少ないからなんですね。あの、全体の棋戦だと、その400人、500人の規模で対局量を用意しなければいけないけども、女流棋士だと、例えば50人の参加者だったら、全員に対局量、一曲ずつね、かかる対局量が、まあ、単に少なく済むわけですよ。だから、若手棋戦とか女流棋戦っていうのを新しく作るのは、割とその、まあ、コンパクト。 にね賞金そんなに、えー、そこまでその契約規模がね、奥に行かなくたってできるんですけど、そこが大きな違いですね。中村住みね女流規制はどうなるのでしょうどうなるのでしょうそうですね。まあ、あの、これは、あれですか、女流名人戦の話ですかね。リーグに入ってるのが、多分自動的に、えー、もし、ね、移籍が決まったら、リーグ、 やっぱり来季は一人ずらすんでしょうね。一人多く落ちて、自動的にすみれさんを外して、入る人を一人増やすということでしょう。まずはスポンサーに感謝ですね。昔、名人戦の優勝賞金をめぐって、スポンサーの朝日と読売りが家変わりましたね。物価高のご時世、スポンサーの景気祈っています。 女流本因坊が序列1位7、5番勝負だからかな。そうですね。5番勝負っていうのは本当に唯一ですもんね。あの、まあそうですね。新聞社があのスポンサー、主催ですけども、新聞に連載するんですけども、協賛っていうのをね、いっぱいつけて、賞金をそちらでっていう <laughs>、うん、そっちを狙うしかないですよね。 このまま女流が優遇されすぎると囲碁騎士を目指す男性が減っていくのではと心配になります。そうですかね。<laughs> 日本経院は最近特に女尊男卑の傾向がありませんか将棋界のように男女平等にならないものですかね。えっと、まあ、女流騎士が増えれば囲碁,か囲碁ファンが多分増えるということになると思いますよ。女性のスター選手がね増えたら、あの、囲碁を見たい。 トーナメントを見たい男性ファンが増えて、えっと、アマチュアのね、イ語、愛効果が増えて、英語を打たない人を見るようになって、そうすると、まあ、えー、全体のね、一般規制も当然、まあ、盛り上がって、そちらのね、プラスにつながると、まあ、私は楽観的に考えていますが、えー、外国は賞金いくらなんでしょうかね。実は私もそれ知らないんですよね。 ポンサーが病院2つ、新聞、携帯電話、物流会社と様々ですね。女流の方が賞金安くても広告価値がいいのでしょうか。指導対局でも女流が人気ですしね。そういえば、中村すみれ規制が韓国に行く話題の出た際、日本より韓国の方が騎士は稼げるという話題が出てましたね。他の国はわか,わかりませんが。そんなことはないと思いますけど、 広告価値の良さと指導対局での男女の人気さどうなんでしょう日を始める女性、あるいは男性が同性、または異性を求めるか否か。うん、自分としてはなんとも判断がつきません。韓国は将棋の桁が一つ下くらいですので、下手すると全部取っても規制と。そう、タイトル戦に関してはね、韓国の国内戦はすごく安いです。今はでも韓国はリーグ戦、女子リーグ、韓国女子リーグ、 韓国、囲碁リーグ、この二つのリーグ戦が、ま、割と収入源になって、メインの収入源だと聞いていますけど、企業もどうせスポンサーになるなら世界戦の方が注目される。現状、韓国最強なので、地獄基地が賞金獲得できる。なので、国内規制はあまり賞金が高くないものが、ポコポコできたり、すぐに潰れたり忙しいです、ね。韓国はね、本当に規戦がね、なくなっちゃう。スポンサーすぐ降りちゃうんで、2年ごとに、あの、 なくなって、また次のスポンサーに変わるみたいな。日本のように、なかなか長く続かないみたいですね。4問とも正解できたら5段ぐらいでしょうか。問題、えー、そうですね。囲碁パズルの問題ですね。これ、何段だってね、本当に言,い言えないんですよね。だいたい5段ってどれぐらい、本当に5段の中に、ね、どこの5段にかによってだいぶ変わるんで、なかなかへ返事がしにくい。 えとこ,のえー、この回のやつは左下の問題ってのはもう古典の有名なやつですね。原言語教とかそういうのに出てる古典的な、まあ、有名な問題です。大、ま、井、あ、落としシリーズですね。野木爪五段ならほとんどの人が実践で正解を打てるような気がします。野木爪の五段は強いですもんね。平均的な誤解所五段では微妙な気がします。 知らないで読みだけで打てたら5段、5D ぐらいありそうですね。ただ、基本手筋の一つなので、3から 5D くらいの人なら大体知ってるんじゃないですかね。知っていれば一目です。そう。知ってるかどうかっていうのもあるんですよね。うんと、左下、形で覚えていると即座に答えがわかりますが、そうでない場合は、直感的に初手でかけていきたくなるような形をしていますね。そうそうそう。 知らんかった手筋で、これ読んで飛んだり、要は放り込まない方も回答ある方が良さげなんだような。これがですね、そうそう。うん。それは私も思いました。読んで飛んだ場合は放り込むと逆にダメなんですよね。その他にも初手でいきなり当たりとかしたらどうなるかとか、要は考えられそうな手については全部の解説があるといいですね。作る手間はもう3倍、5倍になりますね。 そこが詰碁のめんどくささですね。えー、フル詰碁なんて、えー、間違い分岐全部説明するから大変。だからこれはね、やっぱり対面で先生と生徒がいて、で、説明してあげると、まあ一番いいんですよね。うちの、私の道場ではやっぱり各クラス必ずプロの先生がいて、まあ問題見たら一目で分かって、すべてね、どの変化になったとしても、こう来たらこう、この時はこう、 です。これを精度に確認するようなことを申します。こっちの手はどうす、読めてるこっちのな、こっちから来た時に、この、ここで相手がこう書いてきた時にどうするか読めてるみたいな確認は即座にできるんですけど、これをね、本でもできないですよね。図が増えすぎちゃって。そうそう。これはね、行き届いたやり方でやるとほんと大変です。私の方でも一番下のペに置いた石にはマークがつけられませんでした。多分バグだと思います。 やっぱりそうなんですね。DGYZY。開発者に脱診すれば次回リリース時に修正されるかもしれません。ところでマークは、アルファベット数字、バツ、四角、三角の5種類しかないのですが、丸はどこでつけるのでしょうかこれね、そう、ありがとうございます。これ、私、なぜか、いつの間にね、使ってるうちに古いバージョンに入れ替わっていた。<laughs> うん、なぜかね、それのせいでしたね。 プロの段位は必ずしも現在の記録ではなく、多くがこれまでの実績を表したものだと思います。その点、アマのネット後は対戦結果により記録が判定されているので、まさしく現在の記録を表していると思います。えー、そんな言い方ですが、プロの段位はキ士の教授に配慮した恵まれた制度と思います。まあ、これ何かに例えればわかる話だと思いますね。あの、だからアマのネットの段位というのは、 あの、レーティングとほとんど同じですね。レーティングと同じ。上がったり下がったりするわけですけども、アマチュアでもその、免状を取った方がね、5段の免状を取り上げられることはありません。あなた弱くなったからもうこれ返してください。っていうことはないんです。一回取った免状は、ずっと5段の免状を持っていられるっていうことで、あの、まあ、目的が違うということだと思います。AI6 段強いな店長の囲碁、えー、全7を使って練習しているけど、2段、 落としても歯が立たないんですそれはまあまあしょうがないでしょうね <laughs> 厳しい手は打ってこないのにいくつもの石が絡まって右動きが取れなくなりますなるほど店長の囲碁懐かしいですねほぼシーズンに毎週行われる女子ゴルフなんかも賞金額は1000万以上が多いみたいですがその恩恵は数パーセントのトッププロで他の選手は移動と経費もかかるので 経済的に相当きついと言われているようです。うん、そうですよね。以後女流プロの場合はどうなんでしょうかプロになった時点で将来にわたって最低保証額のようなものが日本金から確約、そんなのがあるわけないですね。そんなのがだ勝負の世界であるわけないと思いますね。プロの勝負の世界で。俺はないと思います。もう、あの、勝たなきゃ、うん、生きていけない。 えー、プロの勝負の世界だから敗者には何もやるなと言った人もいたみたいですが、寄付は勝者だけが作っているわけではないのも現実で、その辺の塩梅はどうなんでしょうか。うんね、寄付に権利が全くないですからね。寄付は対局すれば負けても対局料がも,えもらえますし、日本金から毎月給料が支給されます。まあ確かにそれはあるんです。あの、そんな、小額ですけどね。ジョルキ氏は <laughs>、番期戦、 と女流棋戦の両方に参加できるので、男性棋士よりも収入が多い人もいる。それは確かにそうですね。女流棋士は、ま、あの、まあ、あの、仕事も多いですよね。あの、教える仕事もあんま人気がありますので、女流トップなら同じ実力の男性棋士よりも収入が5倍ぐらいある。まあ、そういうケースも普通にありますよね。優勝賞金も大きいですからね。うーん この辺りの解説で将棋の渡辺先生の言われていた AI は再教習を教えてくれるけれど、記録がないと意味が理解できない。なのですね。やはり、岸野の先生はすごいんだと改めて尊敬します。うん、そうですね。全く同じ局面が来れば使えるかもしれないけども、使い方のコツがつかめないと意味がないんですよね。その、違うまた次の試合の時に、うん、その、学習したことはね、役に立たないわけですから、やはり自分で考えて理解、 するようにしないといけませんよね。登録しました。ありがとうございます。教えてくださって。えっ、ー、と、チャンネル登録ですね。はい。えー、西山先生は奨励会14勝、14勝4敗で辞典でしたね。あと一歩でした。うん。いや、すごいですよね。本当に。えー、崎先生が、白紙と和服の会、 あこれに、うん、出てましたよね。う彼はね、本当に英語大好きなんですね。韓国リーグよりも日本の棋士を重点的にお願いします。何回か,かん書いていただいた、いただいた天保さんね。これねえ、えー、やると私多分怒られます。日本議員から、あの、スポンサーから、日本議員から多分罰を受けます。<laughs> あの、勝手にやってはいけないんですね。あの新聞に掲載される棋風を勝手にやってはいけないということで。ちゃんと考える AI は、 後続の角とセットで覗きも上位というか1位に上げてきます。30秒では結論が出ないところなので、白の反撃や方の結論まで考えるなら AI でも時間がかかる、えー。本当に成立しているかは別の問題ですが、握手は言い過ぎではないでしょうか。あの、覗きがね、握手だっていう話を、えー、解説でしたんですけども、で、その後の、えー、角に送っては、あの、まあ私も上げたと思いますけど、そこをセットで考えてなければ、あの、 意図が違ったら、それは、あの、AI の指摘とは違う話になるんで、うん、後の良い,い手を見ていなければ、握手だと言われても、まあ仕方ないんじゃないかと思います。えっ、ー、と、ランキングの名前が見えない。あ、これ私のミスだったんですよね。すいません。なんかね、そう、OBS っていうソフト使って撮ってるんですけど、画面のね、ちょっと、端がね、見切れちゃってるまま、もう作り終わっちゃったりして、もう後から直せないんですね。撮り直すしかないけど、ちょっと、それは厳しくて。 えー、スミレドノ <laughs> 丸、スミレドノって書いてありますね。本格的に韓国語を勉強しようと思ってます。なるほど。いや、韓国のね、えっ、ー、と、囲碁番組、YouTube でもいろいろありますけど、うん、韓国語は少し分かるとい,い楽しめると思います。最批判には、1次予選にアマチュア棋戦での成績優勝者、女流棋士といっても最近では里見西山、 ああ、なるほどね。女流のトップとアマが出られるんですね、朝日杯には。以後にもそういう棋戦あります。正直アマチュアでもアマ7段が奨励会員で言う6級くらいになりまして、ああ、そんななんですね。アマチュア棋戦で優勝しても4段の棋士に勝つのはかなり厳しい。おおそうなんだ。近年、アマチュア優勝者が予選に勝って、予選にて棋士に勝つことが増えていますが、棋風を見られるようになったことが大きいのではないかと思います。 サトさんと西山さんはその奨励会でも最高位の3段まで上がった実力者ですが、サトさんが体調が芳しくなかったのもあってか、勝ちこそができず、大会、そのこともあって西山さんへの応援が増えたのは事実でしたが、14の4での時点という稀に見る不遇に合いました。うん。14の4はね、普通通りますよね。<laughs> 本人曰く成績が良くないので休学して、次期成績がダメなら辞める。 とのことでの結果でした。ただ、勝ち越せなくとも4段とほぼ同じ力があると言われる3段と肩を並べる力があったのは事実で、勝ち越した気が何回かありました。うーん、なるほど。うんなんかでも、またね、この後、こう、編入試験とか、可能性はありますよね。あの、活躍をすればね。個人的感覚ですが、女流、女性の騎士に対関して、 では、囲碁と将棋とでは本気度が違うのではないかという気がします。あと、将棋は世界戦がないことから、日本国内の男女別の恵まれた環境で戦う場が与えられるので、必然的にレベルが上がらない要因の一つだと思,思います。なるほど。うん、なんか、えー、荒れてる、うん、黄色が見えない。そうそう。これは、えっ、ー、と、ランキング、 海外の基地を紹介するときに、えー、日本基地ランキングさんのページのところ、サイトさんで、あの、世界のね、ランキングを出すときに、韓国、中国、日本みたいに国の名前が書いてあって、その、中国が黄色で書いたんですよね。で、それが読めないって言うんですけど、あの、まあいいじゃないですか、そこ読めなくてる <laughs>、そんなに気にしなくてもね。で、私は思いますけど、うん。そう、これ私が変えられることじゃないんですけど、で、しょうがないっていうことですよね。 <laughs> 2回書いてくれてますね。黄色が見にくいって。魂の叫びですね。難しいですけど、金額的にも実現可能なので言うと、これは、あの、私がね、メンバーシップ始めるときのことメンバーシップについてのね、相談を、えー、と掲示板のコミュニティの方でしたときに書いてくださったんですね。ありがとうございます。すぐにできそうなのは寄付添削。 年に一、二回動画化するかどうかとかですかね。あとは、継続 N 年でネット対局とか。うんと、寄付添削ね、してほしいって人いるのかなどうなんですかねまあ、私の道場のね、生徒とか、その、まあ、オンラインのネット道場とかね、参加してるような生徒だったら、まあ、要望あるかもしれないんですけど、ほとんど一般の方どうですかね寄付添削を動画化するっていうのは面白いかもしれませんので、 もし希望される方がいたらちょっと考えてみますけど、まあ滅多にいないとは思います。昔から将棋は庶民の娯楽、以後は貴族の娯楽と言われます。だからファンの数で勝負してはいけません。以後はファンの数が将棋より少ない代わりに社会的地位のあるファンが多くいるはずで、そうなのかな、うん、最近そうでもないような <laughs> 気もするんですけど、そういう太い谷町をうまく取り込むことを考えなくては,手はなりません。 確かにね、これはね、あの、サービスをそういう、谷町の皆さんへ向けての何かね、そういう取り組みと、その、普通の方のね、普通の囲碁ファンへのサービスというのを別々に考えていくということは、私は囲碁界はあの考えるべきだとは思う。なぜ韓国リーグばかり取り上げるのですか日本のタイトル戦とか、日本の対局をもっと取り上げてください。<laughs> なんか子供っぽいコメントですね。 あの、で、まあ、フォロー書いてくださってますね、ニムンさん。あの、そう、あのね、日本の国内棋戦は勝手に寄付をあの出したらあの、スポンサーさんに怒られてしまう。私はその参加しているプロ棋士ですので、その、スポンサーの不利益になることをしてはいけないんですね。あの例えば新聞社、棋戦、えー、明治人戦、棋聖戦、本因母戦、全部その新聞に掲載されます。 で、その新聞に掲載される寄付を勝手に私が、こう、手順を見せて解説をするようなことをしたら、まあ、かなり処罰されるんじゃないかと思います。帰船のね、スポンサーが怒ったりすると思うので、で、海外の規制に関してはそういう問題がなくて、あの、まあ、扱いやすいんですね。だから私が自分の号を、えー、予選であっても、 まあ、新聞に載ったりはしないんですけど、それでもあれは、あいつ悪いことしてるって私結構言われてるんですよ。<laughs> 平気でやっちゃってますけど。それぐらい、えー、まあ、気を使わなければいけないんですね。まあ、そうそう。日本キーのライブ、日本キーチャンネルの方ではライブ中継とかして解説もついていますので、まあまあまあ、そちらの方でね、見ていただければ。 安いところで90円、月90円なんてのもありますし、チャンネルを応援している証拠として、えー、超超低額でコメントにメンバーマークがつくだけとかのコースがあれば私は入ります。うそう、このコメントをいただいて、私もなるほど、90円ならと思って、うん、それでやってみようかなと思いました。で、早速、それがすでに昨日から。<laughs> <laughs> 昨日からそれを始めさせていただきました。このね、横についているこの、ご石のキャラクターで絵文字を作ったんですけど、そうか、でもこの大きさなんだな。もうちょっと大きくなるといいんだけどな。うん、これぐらいの大きさだけど、アイコンがつくということで、あ、メンバーさんだということになるわけですね。Oh, thank you, sharing information 中村すみであ、英語で中村すみさんの 情報ありがとうって書いてくれてるんですけど、多分中国の方ですね。これのお名前を見る限りでは。えっ、ー、と、大西竜平さんの回ですね。え、AI で評価値がはっきり出る現代において公式戦で奇抜な手を連発して評価値を下げていくのはやはりおかしいと思います。スポンサーやプロ試験で負かしてプロ断念させた相手にも失礼ではないでしょうか。彼がタイトル挑戦も狙える騎士であるのに余計あるので余計残念に思います。 おこういう意見もありますか。とはいえ、実際に勝ち星を挙げているという事実があるので、外野が批判するのもどうかなと思いますね。えっ、ー、と、うん。AI 同士の対局ならいざ知らず、人間同士の対局であれば、研究している方が有利ということもあり、得意の機種が理論上の最善手に勝ることは往々にしてあると思われます。人間を相手にするという前提において勝ちに徹すると考えた場合、 通常の AI 研究などでは及ばない領域を追求するというのは間違った判断とは言い切れないでしょうね。まあそういう意見もあるということですね。まあ、オさんもね、あの、普通に打つときもあるんです。あの、たまにやるという感じだと思いますね。えー、2023年8月24日の対小山プロ戦ですが、布石で中央並びや編の2000割打ちなどはどう見ても悪手でしょう。競馬なら無気力以上はペナルティです。ああ、なるほど。 こんなことしてたらスポンサーは消えますよ。何か、他人がどうたら言う問題じゃないとか言ってる人がいますか例えば、某女流騎士がリーグ入りをかけた対局で大西七段がこんな不正を打って負けたらどうなりますか話題作りのためにわざと負けたと言われてもしょうがない。勝負の健全性を行うと見られたら全騎士に疑惑の目が向けられますよ。まあちょっと、あれですね、心がざわざわした動画だったのかもしれませんね。ちょっと私もね、えー 気をつけなき、表現に気をつけなければいけないところでしたけども。あれはひどかったですね。あの機種で相手を翻弄して研究がちしたというならまだわかりますが、実際はなすすべもなく破れ去っていますからね。まあ、あの、相手をね、惑わすっていうような気持ちは全くないと思いますね。本当にそういう感じではない。自分の、自分の中にあるものを出している、表現しているような感じではないかと思ってますけど。 えー、三村さんの解説助かります。ありがとうございます。研究できてない手があるから、対人間だと有利に働いたりする場合もあるのかな。まあね、そうそう、ギリギリ、あの、評価値がちょっとぐらい落ちたって、相手がこう、経験のない形に持ち込むという、それは結構、まあ、あると思いますよね。例えば、高木をね、常に打っている、うん、騎士とかね、そうすると高木の定石に関してはものすごく詳しくて、 あの、相手は慣れてないから、席をちょっと、うん、面白く楽しみながら有利に持ち込もうというようなえ。同感ですね。完全解が判明してないゲームにおいて、相手のチャットにない手を研究するというのは、勝負の上,上で大きな意味を持つと思います。文句を言うのは、以後の完全解が判明してからでしょう。うん、まあ、完全解はね、出な,ないと思いますが、 そうですね。えー、と、これもまた長いスレッドだな。えー、彼の人生なので、他人がどうこういう問題ではないんですよね。とはいえ、現在、三村先生に負けて4連敗ですので、このまま連敗が続いても打ち続けるのか、いく末を見,見届けたいです。うん。他人どうこう言う問題だと思います。なぜなら、彼が5で飯を食っているプロだからですなるほどいろんな意見がある。 同意ですね。彼の意図も分からず、他人がどうこう言う問題ではないですね。負けて困るのは本人ですし、負けるつもりで打ってるわけでもないですし。大西先生には大西先生の考えがあると思いますので、今後も大西先生の後には注目していきたいです。ただ、三村先生がおっしゃる通り、心配ではあります。例えば相撲で通常向き合って始めるところを一人だけ後ろ向きから始めると一人が入ったとしています。これは想像するだけで笑えるんですけど。 当然負け続けますが、彼には彼の意図があるから他人がどうこういう問題ではないのでしょうか。まあ、ちょっと例が、うん、例がね、それ合ってるか分かんないんですけども面白い。観客はおろか、相撲の団体内でも問題にされると思いますよ。えー、4手目に8四打っただけで一目差ですから、相撲で後ろ向きに始めるのと同等ではありません。確かに。大げさに解釈していますね。 そもそもなぜそんなに怒っているのですか冷静に考えてください。大西七段がどんなこととあなたの人生に何の関係もありません。人の人生をとやかく言う前に自分の人生を生きてください。めんどくさいので二度と話しかけないでください。あの、うん、あんまりこう、私のね、そういう,うにこう荒れた雰囲気にはならないでほしいので、協力をお願いしますよ。 序盤損をする手を打ってはいけないと考えていては5は打てないと思います。大西流平七段は町はと違いプロであり、研究の末に打っているのでしょうから彼を信じるしかないです。実際、三村クラウンドの対局の中で戦える手もあったわけですから。アならそれでもいいと思いますが、プロを勝つことが最大の使命ですよね。ならば、明らかに損だと分かる手を打つのは、プロとしては間違った行為だと思います。 えそうなると AI の手を好まない羽根直樹先生や局面によっては隅で損をするけど先手を取って全局面を有利に進めたい手などは打てなくなりますね。という感じでこう議論がね、えー、もうほんと、カンカンガクガクっていうんですかね。うん、いや、盛り上がったですね、この会は、うん。AI の手を指定して真似しろと言ってるのではありません。AI は愚か、他のプロが全員 悪手と見ているような手を序盤からポンポン打ってのはプロの本文から外れていると言っているのです。うーん、そうですね、うん。まあまあまあ、あの、これはね、皆さんやっぱり考え方がいろいろありますね。うん、大西先生はネット上で2の2とかも2、2の2打ってるんですね。すごいな。うん、最初から一目有りの白番を、 初手で一、二目損をするけど、相手の研究手順を無意味するのと、布石から、え、準備済みの AI 推奨手順を打ってくる相手に対して一目の有利を守るために相手より時間と神経を使うのとどっちが得なんだろうと思ってしまいます。多分ですが、公式戦の奇抜な布石、白番だけ、あ、そうなんだ。え、白番だけやるんですかおー。えっと、私はでも黒で、あ、そうか、そうかもしれないな白番だけ、おー。 昔、仙崎先生が刺した三六歩、う後々渡辺先生が続くみたいなこともありそうでワクワクしてます。えっとね、そうか、二の二ってそうか、二の二っていうのは、なんか、柔道で言ったらね、最初に、始めって言われた瞬間に寝転がるような感じですよ、二の二ってね。寝技をマッチみたいな。自分も奇抜な手が好きな方です。どうしてもやって、 でみたいはめてを考えるとき、必要な場所に白石を配置するため、脈絡のない手を打ち、相手を警戒させてしまうことがよくあります。おー、そうか。なるほどなえー、相手を馬鹿にしてるようで失礼気はまりない。あそうや感じる人もいるわけですよね、うん。腹立ってる騎士だっていると思う。そうですね。私がもしやるとしたらそれを気にしちゃいますね。うん、相手にちょっと申し訳ないかなって。もうそれは、 やっぱり肝が細いというか。私のね、えー。そう。ちょっとね、私もね、あの、よくこう、批判を、お叱りを受けますので、あの、私のね、ブログでも、SNS でもね、あの、怒られることがあるんですごい気をつけてはいるんですけど、どうもね、私は失言が多い人間なので、怒られたのかと思ったんですけど、 え気にしないでくださいあ。あの、全然大丈夫です。あの、うん、勝負の世界ですから、クリックミスで勝っても嬉しいかも。まあまあ、そうです。勝つことは本当に嬉しいことなので、え天元戦が強い、河野天元を思い出しますね。うん、確かに、3連敗したね、河野、林、う、さん。山下さん相手によく勝ってましたね。 別段序盤に評価値を下げる手を打ち続けることが良くないとも、以後の新しい可能性を追い求めることも悪いとは思わないんですがね。ただ私個人としては彼の布石は個性と呼べるような次元のものではないようには思いますし、正直何が面白いのかわからないんです。ただこれが良い,い手だと思って打っているだけならまあ仕方ないかなと思います。なるほど。 確かに佐々木に勝ったのは王なんだけど、そこまですごいかっていうと、たまにはそういうこともあるだろうのレベルなんだよな。あ,あ、そうなんですね。8大タイトルの予選というわけでもないし、あ、8大タイトルではないんだ。何より、えー、女流の中で完全無双してるわけでもない。おお、これだと上野の新人王の方がよほど大きいと思う。お,ーお,ーおーなんせ、<laughs> 新人とはいえ、 女王でなく王様になったんだから。なるほど。西山に期待したいとは思いつつも、里見にボロ負けし続けているのを見ると、まだそんな、あ、そうなんですね。私あんまり最近の将棋のね、あの、タイトル戦見てないので、情報ありがとうございます。ピカソ、ピカソか。ああ、なるほど。ピカソ、ピカソの世界。うん、ちょっとわかります。自分が衝撃的だったのは序盤に中央で並んだ手ですね。 これ、うん、みんなそう思いましたよね。中央に、同じ中央に打つなら、並ぶより一見飛びの方が勝ると思うのですが、割り込みや覗きをなくすためですかいや、もうそんな感じではないですよね。そんな具体的な感じではない感性の世界なんでしょう。聞いてみたいですよね、意図をね。うん 序盤で中央に並びを打つとか、衝撃を通り越してふざけているようにしか見えませんよね。そう、ふざけてると取られてしまい、でも文句は言えないですよね。非常識流というマイナスイメージがあるようなサムネをつけるのは比例ではないでしょうか。動画内では奇抜な手などの表現をしているのに、視聴者を増やしたいからエッジの効いたサムネにしたかったなら、反省して修正してほしいですね。厳しいお言葉ありがとうございました。 えっとね、そうそう、それでは変えました。言われ速攻、そ、え、こ、ー、私、サムネをね、出してから後で変えることよくあるんですけど、そのね、なんとか理由でつけようと思った時になんかいいのがなくて、で、本法流って書いていただいた方もいます。あの、ニムさんが書いてくれたんですけど、本法流だとね、ちょっとね、私の感覚にはマッチしなかった。それよりももっと、うん、足りない。それでは足りない。もっとね、なんだろう。 でもどうしてもね、それがね、悪い言葉になっちゃうんですね、うん。非常識理由って書いてみたんですけど、これはまあ本人をね、あの、傷つける言葉になりそうですからよくないですよね。まあ、異常感覚って言わ,言われていた周校先生もね、その、まあ、不満はあったと思いますけどね。 大西先生がアイデンティティを放棄して AI の示す手ばかりを打って負けない騎士になることに期待するのではなく自分の感性と真摯に向かい合って人生で満足できる一曲を作り上げることに期待したいです。私は才能ある騎士が勝ち越す、勝ちを逃すことよりも AI によって囲碁の自由が失われつつあることの方がはるかに残念です。 ま、新布石の頃のね、北見先生とご制限先生もまさしくそういうことをやられていたんだとは思いますが、うんただちょっと違う気もする。そういえばいつ頃だったか台湾の騎士が大西雄平の寄付が面白いと紹介していた動画がありました。おぉ。いやいや早口な様子の台湾語で、しかも可愛い女性が紹介していたこともあり、自分としては半分は 当然1割程度も囲碁の内容が分からなかったのですが、外国記士からも注目されるというのは本当に特徴的なものなんでしょうね。かつて NHK 杯、はい、NHK 囲碁講座で講師をしている時にはそんなイメージは全く持ってなかったのですが、自分がやるよりも見る側、特にイベントなどの方の人間だからかもしれませんが。 絵の仕事をしている人の違いなどで、アーティストとイラストレーターの違いに似たものを、なるほど感じたんでこれは本当にいい例えですね、うん。アーティストは自己表現の追求を第一として、他者からの要望や結果などを二度次で趣味に近くなるほど。確かに。イラストレーターは、うん、他の人の期待に応えて、結果を出すというプロとしての意識で仕事をする。まあ、職人ですよね。職人意識を持って、 職人であるっていう、職人と、まあ、芸術家の違いみたいなところですよね。うん、動画で言われてたように十分にタイトルを取れる可能性があり、現代語の前世紀の平均年齢に近い20代半ばの若手騎士に対して、プロとして結果を出してほしいというもったいない気持ちが、三村先生と同様に考えている囲碁,は囲碁ファンには多そう。うん 大西さんはタイトルを狙える有望な若手なので、奇抜な方向に行かずに王道を歩んでほしいですねうん。たまにやるといいんですよね。あの、普通に勝ち上がってタイトル戦とかに出て、まあ、5回1回ぐらいで,でいいんじゃないんですかね。それで時々、なんか2戦に打ったり、天元に打ったりするんだったら、山下慶吾さんぐらいの感じになっていいと思うんですけど、話題の彼と当たるとは思ってます <laughs> なるほど、そうですか。 そうか、私はラッキーだということですね。ポイント差がどのくらいの気力差になるのかは気になるところですね。動画内で紹介しているランキング表だと、1、3ポイントくらいの差で勝率8割くらいみたいです。1.3ポイント。1.3ポイントくらいの差で勝率8割くらい。おー、なるほどね。勝率8割だと、あまなら1段階違いますが、プロでもまあ1000になるでしょうね。まあ1000ぐらいの小民の差ぐらいあるでしょうね。 8割なら。小山てるみ先生は7段ですよって。<laughs> まあね、まあしょうがないな。必ず間違えちゃうな。小山さん7段になってたんだな。ポイントと気力の相関ですが、古エの KGS 等はお記号を組み込むので、それがス,クスケールになりますが、基の方々は互い線のみなので、正確な換算は不可能と思います。お 固定が現存していたらスケールが固定できていたと思われます。井村先生が常に3勝1敗で勝てそうと思われる気力の差が1点差。10回に1回負ける。逆に勝てる。かどうか。2点差。あー、なるほど。私はね、だから山裕太さんと打った手応えがまあ10回に1回かなっていう気がするんですけど、それが2点差か。 ご自身の感覚的なものを差し分けにするハンデを込みへい、換算するしかないかと。もともと3勝1敗が1点、将棋は200点。理由は、チェスでは、前後1セットで、ああ、そうかそうか。うん。ほぼ、先手番で勝ち、後手番で引き分け。なるほどね。うん。先手後手の有利さがはっきり、うん、チェスはあるわけですね。それを埋めるハンデの設定ができないと。いうことで、まあ、偶数局でセットにしていると。 そもそもスター騎士に入団すぐの新人が挑む新初段シリーズで乗船ですから、すごいビサの間が現状10段階に分かれているのではないでしょうか。長文失礼しました。うん、ありがとうございます。三村先生の心配する気持ちわかります。大西先生も偏重の布石をやめると自分が自分でなくなってしまうという思いがあるかもしれません。妥協点としてのアイディアなのですが、 タイトル一つ獲得してから自由に布石打ってはどうでしょうと大西先生に提言してみるのはいかがでしょうかおうなるほど。いえいえ、素晴らしいアイデアです。最初本部の2位が51位の山田君を九段ですので、山雄王座の質が改めて見て取れますね。そうか、総本部からちょっとトップ選手最近出てないんですね。<laughs> え小林健治。 えー、将棋界の去年引退したプロ棋士、えー、同姓同名の方が囲碁の方にもいるんですね。そうです。はい。えー、将棋棋士と洋棋士で名字が同じというパターンは結構知ってるんですけど、下の名前、特に漢字も全く同じというのは珍しいかなと思います。西山静香さんの妹さんは最近2つのタイトルで挑戦権を獲得して、バケ、した化け物相手にたくさん戦って、 で、あの化け物が本当に人間ない、でないことを体感させられたことでも話題になった。<laughs> ちょっと長いな。佐々木大地七段を相手に白星を挙げたことで話題になりましたね。しかし60歳を小杉して随分とたくさんいるんですね。あと個人的に気になっていた佐田七段の位置と点数を知ることができてよかったです。おー、なるほどなるほど。 佐々木大地七段はレーティングも高く、今季タイトル戦でダブル挑戦を決めたノリに乗っている棋士です。5回のどのプロに相当するか考えたとき、一瞬元木八段が浮かびましたが、そうですね、元木さんですよね、うん。ダブル挑戦と考えると、ヨセイ八段が一番しっくりきそうな気がします。そう、その辺が出てこなかった。清水女流の時代をご存知とは、先生の将棋界の 映像像の深さに感服いたしました。<laughs> ありがとうございます。今後もこういったお話楽しみにしております。えー、普通に目立ちたいからでしょう。大西さんは強いから、これでタイトル取れたら良いのですが、甘くないですよね。目立ちたいタイプではないみたいですけどね。なんか株式相場を見てるみたい。<laughs> まあ、ポイントをね、ずっと言って今読み上げていくとそういう感じになりました。 奇襲やハメ手は変化が難しい印象があります。しかし変化というのは相手が応酬して初めて成り立つものなので、相手に無視されると辛いのが奇襲やハメ手だと思います。以後で言えば、奇襲やハメ手に付き合わず、堅実に字を稼がれると、はめようと仕掛けた側が損をすることが多いと思います。大西七段は相手が罠を無視できなくなるような何らかのハメ手封じ対策でもあるのでしょうか うん、自分はそこが気になります。褒、う、め、ん、てと思ってないと思うんですけど、救援者の囲碁を見ていると詰碁を避けている気がします。それでも囲碁は勝てるから、それだとポイント勝負の柔道の試合みたいで、本当の面白みはわからないです。将棋は最後は必ず詰将棋になるから面白いと感じるんじゃないでしょうか。ああ、なるほどね。ゲーム性のところで囲碁の方がちょっと逃げ場があるという。 いうことですかねうん。サムネの名前には振り仮名を振っといた方が良かったな。これはね、許さんのことですよね。これはね、ツイッター X とかでは普通にね、よくあるネタなんですけど、あの、許可源さんのことを許さんで書くと、許さんって読め、読んじゃう言いますよね。だから許さんみたいな、にわざとかそこをやるのが、まあ、ツイッターではよくやってたんですけど、 うん、わからない人から見ると、ちょっとなんなのこれっていうふうになるんで、うん、振り金名振れよっていうことで、振り金を振るんだったら、この許さをやる意味が少ないとかいうところなんですけど、えー。やっぱりイメージからしても、井山さん、サンバガラスは頭二つ抜けてる感じしますもんね、うん。ポイント差がちょっと多いっていう、多いことが確認できたというところですよね。えー、藤井聡太が変な手を指しても、相手は勝手に疑心暗鬼になる。中 中日ドラゴンズが変なことをすると、味方に氷炉攻めなんてよく思いついたな、とみんなびっくりする。似ているようでは <laughs>、全然違うな、という面白いコメント。ありがとうございます、えー。非常に興味深かったです。これ変則不適は何目損するですね、えー。趣旨から外れるかもしれませんが、寄せの勉強って大事なんだな、と思いました。 寄せってちょっとしたことですぐ一目損したりするじゃないですか。そうそうそう。大したことないと思いがちですが、それが不石で変な手を打つのと同じぐらいの損なんですね。しかも寄せは手数が多いので、2回も3回も間違えてるとあっという間に数目の差が出ますからね。序盤の一手の方が価値が大きいと思っていただけに意外でした。 序盤の一手の方が価値は大きいんだけど、間違える転び方の大きさっていうのは、あの、序盤の方が少ないっていうことですね。変な、ちょっとずれても大丈夫だ。大きな怪我にはならないということですね。以後は中盤と大寄せですね。以後 AI を使ってみてつくづくそう思います。まあ、あの、死活と寄せを、まあ、鍛えるのが一番価値に近づくと、ご制限先生も言ってますよね。 8分10秒からのダイレクト炭酸が損なのは、2000の跳ね継ぎまで打つかけ、古い、打つ古い炭酸定石が損とされるのと同じで、外の白にかけ継ぎまで打たせて損している上に後手を引いている損が大きいという判断なのかと感じました。なるほど、分析したんですね。たまに不適されたことしたくなります。この寄付見てくれてもいいんですって感じで、がして、えー、大西さんに勇気もらいました。なるほど、そういう意見もある。 えー、さすがに3手目は相手がムカついて乗ってくることを狙っていますよね。うん、そう、どうもそういう感じではないんですね。囲碁より将棋の方が人口多いですよね。やはりそこが影響してるのかなうん、ねそうですよ。だいぶ多いんですよね。白紙の見本みたいな手でもう一目も変わらないというのは、打つ方としては励みになりますね。<laughs> うん、そう。大したことはないんですよね。 いや、初心者にも分かりやすかったです。ありがとうございます。まあでも初心者は数目ぐらいは寄せで簡単に損するんですがね。そう。そうです。寄せのやっぱり、寄せちょっと上手くなるとすごい差がつくんです。席よりも効果的ですよね。妄想ですが、星に小ゲーマの2点目は13目の字、プラス13目の勢力と換算して、中で7、8, 8目生きると外の 字の13目から8目引いて5目、マイナス5目。そうなの <laughs> なんか違う気がするな、うん。マイナス5目。これ、13目字があると、もし見てたんだったら、相手の字になるから、18目の仕事になりますけどね。勢力はそのまま維持でき、維持で千円でも価値が13目だから、マイナス5だけ損をするなんて考えちゃいます。 ダイレクトは星だけだと13目の勢力は13目の字なので、打ち込む方は、うわ、すごい分析だな。<laughs> 打ち込む方は先手を維持する場合、相手の星を勢力に変換させる意思しかないのかなと、うん。なるほど。ちょっと待ってください。飛ばしちゃったと。学びのポイントに関連したことを少し書いてみます。うん、結構ここは、うん、うん。 えー、序盤で2戦の跳ねツギまで打つ古い三 3, 3, 3定石が損はもはや常識だと思いますが、例えばお互いに2連星から黒5で三 3, 3に入って跳ねツギまで打つ古い定石を打ったとします。なんとこれで黒は0.2目しか損していないです。さらにもう片方も三 3, 3に入って同じように跳ねツギまで打つと、さらに0.2目損をして、 トータルで黒は0.4目の損。そう。そんなにね、跳ね継き打ってもたくさん損をするわけではないんですよね。ちなみに、黒135で3連戦にすると0.3目損です。なので、古い33定石を2箇所打つのは3連戦とほとんど一緒です。そう。そうです。3連戦と言えば今でこそあまり打たれませんが、立派な布石として有名です。対する古い33定石は序盤で打つのはありえないほどの大悪手として有名ですが、 この二つがほとんど同価値というのは驚きです。うん、そうですよね。驚かされることばっかりです。役に立つ、すっきりする、素晴らしい。えー、ありがとうございます。なんか、なんかの標語、標語みたいですね。三村先生、いつも楽しみなんですが、一つ要望が、寄付解説の時の BGM が余計でいらない、邪魔、集中できないと感じております。えー、無言で対、 淡々と解説された方が良いと感じております。ご検討ください。そう、これね、うん、以前ね、3年前ぐらいまでにやってた時も言われたんですけど、BGM はね、やっぱり好き嫌いがあって、嫌だなって思う人もいますよねで。私はね、自分の好きな曲を選んでるわけだから、気分,気分がいいわけですよで。気分がいいから、そのモチベーション、なんか、維持できるっていうところがあって、 その、持続性につながるプラスの要素があって。あともう一つはね、ちょっとノイズを消してくれる効果があるんですよね。なんかくちゃくちゃ音が入っちゃったとか、周りがガサガサしてるところが、の音が入っちゃったとかをちょっと軽減する要素が、えー、効果があって。だからまあ、そういうところでやってるんですけど、でも嫌だなって思う人はい,いるんだったら、これはや,やっぱりやらない方がいいです,いいですよね。この BGM がこう割と好きな、 好きな曲ですっていう方にとっても、別にないから、物足りなくなるってことはないと思うので、どっちかっていうと、じゃあこれは、BGM はやっぱりない方がいいっていう方向で、ちょっと一回また戻してみたいと思,う思います。メンバーシップひっそりと始まってたんですね。昨日です。昨日の夜です。見つけた時には、すでに数名入会済みでした。皆さん早いな。<laughs> そうか、これ仕掛けてくれたんだ。ありがとうございます。えー、っと、<laughs> ありがとうございます。 えー、すみれさんの小曲をコレクションしていますが、小曲はやはり白番が多いと思います。そうなんですね。白の勝率が高いんだ。今メンバーに加入しました。三村さんは囲碁指導者として最大のリスペクトを持っています。これからもご活躍を応援させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。初期面です。 えー、自分は Android なので、Play トアを支払い元に登録して、クレカは避けて。なるほど。えー、都度のコンビニ課金で利用してます。毎日の場合、でもクレカの紐付けが不要なので、えー、小額なデビ化感覚で使えておすすめです。ああ、なるほど。Play トアを支払い元に登録して。ああ、なるほど。こういうテクニックがあるんですね。ありがとうございます。やっぱりね、その、 支払い方法がね、皆さん設定が面倒でネックだと思うので、うん、ここに関する、まあ、いいね、アイデアを出してくださった。ありがとうございます。ということで、えー、長くなりましたが、えー、10月21日の、えー、コメント返しでした。えー、よかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。囲碁騎の三村智康でした。ご視聴ありがとうございました。